デオデオ、デオデオ、デオデオロゴマーク表示は、デオデオは、株式会社エディオンが、中国、四国地方及び、九州地方に展開する日本の大手、家電量販店店舗ブランドの一つ。以前は、広島県広島市で創業した独立企業で、エディオンの主要源流企業でもある。1997年までは、第一の名称で、店舗展開をしていた。 2012年10月1日に株式会社エディオン直営店の店舗ブランドをエディオンに統一同日に沖縄県のフランチャイズ店舗もエディオンにヤゴを変更したデオデオ本店現エディオン広島本店本館の所在地は株式会社エディオンの陶器場の本店の地にもなっている1946年昭和21年に 久保兄弟電気商会として創立。1947年、昭和22年5月7日に、第一産業株式会社と会社組織化した。1977年、昭和52年から1979年、昭和54年にかけて、日経流通新聞の専門店調査で、加減業界主位だった時期もある。1986年、 昭和61年10月1日に株式会社第一への社名変更をて、1997年平成9年4月1日に株式会社デオデオ英文名称デオデオコーポレーションに社名変更した。2009年平成21年10月1日に緑電化を九州合併し株式会社エディオンウエストに社名変更。以降デオデオは 店舗ブランドになっている。また、2002年、平成14年3月29日に、株式会社、エイデンと、共同で、株式会社エディオンを設立し、デオデオは、エディオンの子会社になった。その後、2010年10月1日に、株式会社エディオンウエスト、旧、デオデオは、エディオンイースト、旧、エイデンと共にエディオンと合併している。独立企業時代、 本社は現在の本店の位置及び周辺に所在した。2000年1月25日に広島県廿日市市に移転した。廿日市市の本社はエディオンとなった後も主要拠点として機能している。エディオン、広島本店本館はデオデオ創業の地でデオデオにおける本店であると同時に株式会社エディオンの陶器場本店の地である。以前は 株式会社エディオンウエストの陶器場の本店でもあった。出店戦略としては、直営の大型店に加え、個人経営の電気店と FC フランチャイズ契約を結び、系列店としているデオデオファミリーショップ、通称 DFS。これにより、高齢者など大型店ではカバーできない需要の取り込みを行っているが、大型店で購入した商品の配達工事及び、 修理を受け負わせることは全くない。むしろ DFS は近くの大型直営店に顧客と同伴して商談をしたり配送、設置、修理等を大型店に依頼することもできるメリットがある。そのため規模に対して店舗数が非常に多い。その分近年では直営店の統廃合、大型化を加速させている。地盤とする中国地方でも 古くからのライバルであるベスト電気以上に北関東有区軍団山田電気、ケーズ電気小島の中でも最も強力な山田電気の構成が強まり、さらには2007年、平成19年秋には岡山にもビッグカメラが進出、2008年、平成20年3月には広島にも進出、ベスト電気広島店を回収してきたため、 出展戦略の大幅な見直しを迫られている。ここ数年は、新規出展を抑制し、既存店の改装や建て替え、移転、増床による手こ入れが中心となっている。イメージキャラクターはかつては、ケント・デリカットであったが、2006年、平成18年5月以降は、エディオングループ共通のイメージキャラクターとして、ところジョージが、2010年、平成22年、 エディ店長が起用されている。店内で流れるイメージソングを歌っているのは、声優の大や育英。会社名のデオデオは、最初のデオが、do, enjoy を意味し、次のデオが、ディペンデ e ベルプロダクト、信頼できる商品を、エクセレントプライス、満足いく価格で、ウトシュタンディングサービス、最高のサービスでお届けするを意味する、言葉の頭文字である。 自前のアフターサービス部隊を持ち、連絡する時間帯によっては即日対応。また、即日修理ができない場合は、代替機の貸し出しを行ったりしている。また、昭和40年代、1965年から1974年、ゴロには、購入した石油ストーブやエアコンをシーズン直前に清掃したりするサービスを、個別に回っていっていた時期もある。 エディオン直営の店舗でデオデオブランドを名乗る店舗数は121店2012年3月現在だった直営店及び沖縄県のフランチャイズ店12店舗は同年10月1日にエディオンにそれぞれや変更統一されたフランチャイズ店のブランド変更は2013年春を予定し 変更開始直前の2012年9月現在で597店舗展開している。直営店のブランド統一後は、フランチャイズ店、沖縄県を除く DFS 店がデオデオブランドを名乗っている。2012年10月現在で585店舗展開している。なお、展開地域は中国、四国、九州地方及び東海地方の一部となっている。 1980年代に、関東地場の中堅家電量販店を買収し、直営化したほか、新規店舗も数店出店し2008年まで運営していた。2008年、平成20年に、デオデオの屋号のまま東京エディオン、現在のエディオイースト2館。その後閉鎖が、相次ぎ最後に残ったアゲオ中央店は、102屋号を変更し、デオデオ名での店舗は消滅。 1999年、平成11年には、横浜ジャックモールに、横浜港未来店を出店したが、2008年、平成20年12月末に閉店している。後地にはの島が出店していたが、横浜ジャックモール閉店により2012年に閉店した。FC としては、百貨店の松屋によるものがあり、浅草店内への出店など複数店舗展開が、なされたが、 その後 FC 契約解消により撤退している。1977年10月の第一への店舗ブランド変更の際に伊藤明作詞、小林亜生作曲、サンディ・ピーカブーが歌う CM 曲フレッシュライフが採用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。